誰よりも足が速くて、誰よりも肩強くて、ライト守ってたんですけど、はい、大体の選手がライト線に打って二塁打になるだろうなと思ったら、大谷選手がポッて取った瞬間にもう大体止まってましたね、はい、もうレフトに行った時なんかもとてもじゃないけども無理でしょ、セカンドに行くのそれはすごいな。だからとてつもないんでしょ、彼は。だからどこのポジションやっても多分ナンバーワンになってますよ。能力がね、もう圧倒的なんですよ。だから例えば彼が 50% ぐらいでひょいって投げてひょいって打ったとしても、はい、普通の選手でもう太刀打ちできないぐらい能力を持ってるんですけど、彼が本気を出した時にはどうなるかなっていう、まあ、恐ろしさもあるぐらいの選手なんですただバッターの方が多分早く、はい、試合に 出始めるだろうなっていうのが始まりなんですよ。高校卒業して1年目の時からでもとんでもない打球打ったりとかしてたので。